What's your 一歩、あなたの原点教えてください。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りいたします。はい、じゃあ皆さんこんにちは、一歩ラボの田中です。今日はですね、一歩ラボとして取り組んでいるポッドキャストが間もなく節目の50回を迎えるということで、記念会っていうんですかね、まあ、このポッドキャスト実はディレクターさんついてもらってまして、まあ、これまでたびたび登場していた田村ディレクター、通称田村 D、まあ、最近田村 D って呼んでることはハマってるんですけど田村 D をゲストにお招きして話をしたいと思います。じゃあ田村 D よろしくお願いします。あ、お願いします。田村と申します。今日ちょっとあれですね、なんか服の色具合が被ってる感じですか。被ってますね、ちょっと紺系というか黒系というか。そうですね、ちょっと僕も控えめがいいかなと思って黒系にしたんですけど。そうですね、まあちょっと曇り空ですし、いいじゃないですか、黒い感じで。暗い感じで。いや、田村です、最初にいろいろとありがとうございます、はい、いつも。あ、いえいえ。とかしてもらって。いやいや、田中さんは僕はバックサポートするのが仕事ですので、はい、陰でいとくのが僕の仕事なんで。陰で。はい。もともとポッドキャストを始めたのが、ちょっと振り返ってみたんですけど、はい、今年の1月とかに最初のポッドキャストを配信してて。あ、そうですよね。なんでもう大方1年ぐらい継続してきたんですけど、はい、なんか気づけばあっという間だったなと思ってて。そうですか。なんかもう1年ぐらいも継続してるんだと思ってですね、まあ、確かに毎週更新してて、まあ、回数がまもなく50回ということなんで、はい、そりゃそうだろうって話なんですけど、1年ぐらいの田村 D との付き合いだなって考えたら感慨深いものがありました。しかもなんか年明ける前に、今2022年ですけど、2021年年末ぐらいに一回田中さんに会いに行って、こんな感じでポッドキャスト収録しようって言って、うんうん、まさに今日田中さんが今収録してるファイブサラボで打ち合わせして。そうですね、はい、そうだ。で、田村 D を確かぽかぽか温泉に送って、でなんかサウナに入って帰ったみたいな感じでしたっけ。あ、そうですね。田中さんに鳥取のいい温泉ありませんか、サウナありませんかって聞いたら、ポカポカ温泉いいよって言われて、うん、その後行って帰ったなっていうのを懐かしく思い出しましたね。あ、そんな日ですね。確かにそんな日でしたね。ちょうど11月末ぐらいに打ち合わせしましたよね、うん、確か。それぐらいでしたね。はい。確かに。めっちゃ寒かった覚えがあります。あ、寒かったでしたっけ。はい。その時初めて鳥取県でしたっけ、田村リー。結構、2、3回行ってたんですけど。ああ、そうでしたっけ。はやぶさラボら辺の八頭町とかも初めてで。あ、鳥取にもこういうとこあるんだっていう風に、そこは初めて知ったんですけど。あ、そうそう、ね、あ、そう、ここのはやぶさラボは鳥取県内でもちょっと行けてる施設で、まあ、一波路みたいなね、起業家が集まるような場所になってたり、でも1階にはカフェが入ってるんで、近所の方が来たり、ちょっと遠くからおしゃれな若者が来たりするようなスポットになってるので、はいはい、いまだにそういう場所になってますね。1年経ってますけど。あ、そうですよね。意外と車でも30分とかそれぐらいですよね。30分、40分とか。そう、鳥取市内からはそれぐらいですね。30分ぐらいかな。結構近いですよね。そう。まあでもそこにちょっと今日も来てて、はいはい、この配信、収録もしつつ、ちょっとまた仕事して帰ろうかなと思うんですけど、はい、まあそうということでね、はい、まあ、話を戻していくんですけど。はい、お願いします。はい。まあ、ポッドキャスト、そう、気づけばもうなんか50回ということで。ですね。そう、早いなと思ったんですけど。はいはい。まあ、やっぱいろんなことを思いながら、ちょっとポッドキャストをやってきたなっていうことを自分ならでは思ってまして。はいはい。でも、もともと音声メディアが好きだったので。そうですよね。ポッドキャストを始める前は、それこそスタイフとかで友達と配信してたり。はいはい。その前はラジオトーク、ああ、やってましたね、田中さん。はい。あっちのアプリでもやってたんですけど、はいはい。自分一人だけじゃ、はい。継続することが難しくて、はあはあ。で、スタイフも一応テーマを決めて、ハワイに行きたい男子みたいな感じで、はいはい。ハワイ好きの友達二人と、はいはい。毎週土曜日にライブ配信するってやってたんですけど、やってましたね。それも十何回とかでちょっともう断念しちゃったんですよね。なんで、こう、音声メディア好きと言いながらもなかなか継続できない自分がいたんですけど、はい、今回この田村 D からお話をもらって、はい、で1年続いたっていうのは、ちょっと僕の中ではちょっとすごいことでして。はい、いや、おめでとうございます。はい、いやいや。おめでとうございます。やっぱ楽しいんですよね。ああ、よかったです。そう、だからちょっと継続していきたいなと思ったんですけど、ちょっと過去の分をいろいろ振り返ってみてて、ワッツヤ一歩ですよね。
そうです。バツイは一本、あなたの原点教えてくださいってやつなんですけど、はい、振り返ってみてまして、で基本的にはゲストの方をお招きして、でその方にあなたの原点原体験なんですかっていうふうに聞いていく、これを型にしてたんですけど、はい、ゲストは最終的に15人の方に来てもらいまして。結構ですよね。そうですね、はい、ちょっと数えてみたら15人もいたんだっていう感じなんですけど。さすが田中さんの人脈ですよね。あ、いえいえいえ、みんなそれぞれ来てくれて、はい、それに合わせて一人語りの回も何回かやったっていうのがあったので、はいはい、まあ、なんとかこう第一目標としては継続するっていうところを重きを置いて、はい、ちょっとなかなかゲストさん難しい時は一人語りをするっていう風にちょっと自分なりに取り組みまして、はい、まあ、なんとか継続できたなっていうのがあります、はい、ゲストの人もですね、基本的には僕が話を聞いてみたいっていう人に来てもらって、で話をしてもらってるんですけど、はいはい、まあ、中にはイラストレーターさん、鳥取でバリバリ活躍してるイラストレーターに来てもらったりとか。あ、いらっしゃいましたね。あと、まあ、日本のとある大企業で働きつつ今はドイツに駐在してる友達にドイツから参加してもらったりとか、はい、あとはインバウンドの仕事をしている旅行会社で働いてる友達にフランス語の話をしてもらったりとか、今住んでる鳥取とか、うん、まあ、自分の関心がある海外とか、まあ、そういういろんな要素を含めていろんなゲストさん来てもらったので、はい、自分なりのゲスト招待できたんじゃないかなと思ったりしてるんですね、はい、やっぱ皆さん海外と関わりがある方で、田中さんがやってる事業も国際協力の関係とかされてるじゃないですか、はい、深掘りもできるし、なんか横にもこう人脈がつながってるから、うん、今後一歩ラボさんの事業としてもすごいどんどんこう方針円上にこう広がっていくのかなみたいな感じで聞かせてもらってました ね。ゲストのこう幅広いジャンルっていうか、うん、そうですね。なんかやっぱそこのネットワークっていうんですかね、その規模感はどんどん広げていきたいなと思ってるんで、まあ、今後もいろんなゲストを来てもらいたいなと思ってますし、はい、あと最近ですね、はい、ポッドキャスト聞いてるよっていう声をより聞くようになってきました。あ、マジですか。はい、おめでとうございますなんかあの話面白かったねとか言ってくれて、はいはい、僕を励ましてくれる友達が何人かできたんですけどいいことじゃないですか。やっぱそういうのもなんか励みになりますね。こういうの、まあ、励みになりますね、うん、田村 D がいろんな媒体で発信してくれるじゃないですか。スポーティファイもしかり、ポッドキャストもしかり、あちこちで多分聞いてくれてるんじゃないかなと期待してるんですけど、そうですね、そういう感想をもらい始めてるので、はい、ちょっとそれがまた一段と励みになってるんですよね。いや、そうなんですよね。最初の方はポッドキャストで始めてて、でその後スタイフの方に移行したじゃないですか。最近ポッドキャストとスタイフどっちも配信してるんですけど、なんか最近スタイフの方でポッドキャストにも連携して配信しますよみたいなのができたんですよ。だからもうスタイフで配信したらもうその分ポッドキャストに自動的に配信してくれるんで、あ、そっちもいいかなって最近思い始めたんですよね。どんどんなんかお互いつながっていきますねそうなんですよ横の連携は何なんですかなんか音声メディアの中のなんか仲間うちみたいな連携みたいな、はい、そこってなんかパッと見競合っぽいじゃないですか。なんかそうですよね。でも互換性持たせるってなんか、はい、どんなことなんですかねどういうやっぱね、映像メディアの YouTube とかはめちゃくちゃでかいから、うん、もうそこを勝つまでにはまず音声メディア自体のこう知名度を上げていかないとみたいなところで、うん、このリスナーの深掘りというか掘り起こしみたいなのをしたいっていうのがあるかもしれないですね。まず聞いてもらわないとっていうところが、はい、あ、なるほど。もう全体のパイを大きくしていくみたいな感じなんですかね。ああ、そうですそうです。僕はそうかなって思ったんですけど、うん、まだまだ知名度低いじゃないですか、音声メディアって。そうっすね、はい、知ってる人はね知ってるんですけどね、はい、そうっすよねそりゃそうなんですけど好きな人は知ってますもんね、音声メディア、はい、そうですよね、うん、田中さんって音声メディアっていつのタイミングで聞きますか。通勤中とか食事中とか、なんかプライベートとか、どのタイミングで一番聞くんですか。今は、はい、移動中の車の中ですね、一番多いのは。ですよね乗ってるんですけど、ああ、はいはい、それどうでもいいんですけどめちゃめちゃプライベートスマホと車を Bluetooth で接続して、はい、でポッドキャスト流しながら車で聞くっていうのが一番多くて、はいはいはい、で、まあ、鳥取にいるんですけど基本車社会なんで、まあ車乗るんですよね、はい、その時に聞くことが多いですね。そうですよね、うん、本当になんかそこにポッドキャストに集中できるタイミングとか何かしてる時とかじゃないと聞かないですよね。そうですね。映像、例えば YouTube とかだとなんかしっかり見ないといけないじゃないですか。ああ、そうですね。映像見たいので、
でもポッドキャストとか、まあ、音声メディアはもう作業しながらでも聞けるので、はい、すごい僕的にはストレスが少なくて、あ、なんでもう流し聞きっていうんですか、これしてますね。あ、確かにそうですね、うん、田村 D は何か並行しながらできますもんね。あ、ですですポッドキャスト、うん、で僕も通勤中というかどっか会社とかお客さん行く途中にポッドキャスト聞いてっていうところと、うん、時間帯は朝が多いですね。朝ですか。めちゃくちゃ何ももうまっさらな状態で、うん、なんかいろいろ知識詰め込みたいときにポッドキャスト聞くみたいな感じで、うん、ああ聞いてるなって思いますね。え、それなんかもう聞いてる番組は決まってるんですか、固定化されてる感じですか。あ、決まってますね。あ、決まってるんだ。月曜日はこのポッドキャスト、火曜日はこれって決まってて。あ、マジですか。で、松屋一歩さんはもう水曜日じゃないですか。だから水曜日はもうアップしたらまず聞いて、はいはい、あとは水曜日の他のポッドキャスト聞いてっていう感じで、はいはい、もう月火水木金みたいな感じで全部聞くの。すごいですね。決まってます。なんか自分の中のポッドキャスト番組表が決まってる感じですね。そうですね。テレビジョンじゃなくてみたいな感じです。ああ、はい。常にどういった番組を聞くんですか、田村 D は。僕は、まあ、結構バラバラですね。なんか労務関係とか人事労務関係とか、あとは、なんか自分がインタビュアー的なお仕事もするので、なんかその同じ対談系の番組で、あ、このインタビュアーさん好きだな、みたいな番組があるんですけど、そのインタビュアーさんがやってる番組をいっぱい聞くとか。ああ、勉強も兼ねてって感じですか、ね、あ、兼ねてって感じとか、あとなんか自分の番組でいろいろゲストの方、ポッドキャスター呼んだんですけど、うん、その方のやつを引き続き聞いてるので、みんなバラバラで月火水木金やってるんで、もうそれを、うん、朝の通勤時間中にバーって聞いて、うん、なんか仕事に入るみたいな感じ。なるほど。もともと音声メディアにハマったのいつぐらいからなんですか。はい、僕はね、結構あれは浅いですね。2015とか7、8年前ぐらいとかだと思うんですね。あ、でもそれ、はい、まだあれですよね、はい、音声メディアが今ほど盛り上がってない時ですよね、多分まだ。あ、そうですね。だからラジオ世代、ラジコとか地上波のラジオをアプリで聞くみたいなのがちょっとだんだん増えてきたみたいなぐらいの時に、うん、聞き始めて、うんうん、だそのポッドキャスト自体は本当に2、3年前ですね。このポッドキャストを自分が始めるときに、うん、やっとポッドキャストっていう存在を知って、うん、まあ、ポッドキャストもありだな、みたいなぐらいで思い出して、思ってみたいな感じですね。あ、そうなんですね。どの辺が響いたんですか、当時の田村 D には。そうですね。いや、なんか、もともとからラジオパーソナリティになりたくて、ああ、そうなんですね。はい。あ、なんかラジオオーディションとかめちゃくちゃ受けてたんですけど、うん、で落ちまくってて、うん、で、なんかラジオオーディションを受けるのはもう難しいっていうのが思ったんで、どうしたらいいかなって悩んでた時に、知り合いのデザイナーさんが、もうラジオ局とかオーディションに受かるっていう、その他力本願な姿勢じゃなくて、まず何かを自分で音源というか、デモ音源をアップして、世の中にアップして、ラジオ DJ の道を進んでった方が早い道だろうみたいに言われて、ポッドキャストを始めたっていうのがあるんですよね。そのなんか自分で何かを発信するみたいなところっていうのは誰でも発信できるし、うん、顔とか出さないんで、うん、なんかこう気軽に配信できるみたいなところは、うん、結構ポッドキャストの魅力っていうかいいとこなのかなっていうのは思いますね。うん、だから一歩踏み出すためのなんかきっかけみたいな。はい、なるほど。はい。これじゃあもともと、まあ、ラジオ系のお仕事したかったみたいな思いがあったんですね。はい、ああ、そうですね。はい。その思いはまだもちろん消えてはなくて。そうですね。どっかのタイミングではそういった仕事がしたいっていうのはもちろんまだ残ってるんですよね。いや、そうですね。最初はパーソナリティだと思ってたんですけど、はい、これだんだんやっていくと、この編集とか、うん、こうディレクションの仕事の方が僕好きなんで。あ、そこに行き着いたんですか。行き着いたんですよ。なんかもう喋るよりも多分相手に喋らせてもらって、うん、こういう企画してた方が自分には向いてるなと思って。うん、ラジオ局でも、プロデュースとかディレクションの業務の方で飯を食っていけないかなみたいなんで、うん、今考えてます、ね。あ、はい、そうなんですね。そうなんですよ。なんか気づきですね。そうですね。やってみてすごいわかるっていうか。うん、はい。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回の配信をお楽しみに。